1987年の野球においてメジャーリーグベースボール優勝決定戦の第84回ワールドシリーズは10月17日から25日にかけて計7試合が開催されたその結果ミネソタツインズがセントルイスカージナルスを4勝3敗で下し63年ぶり2回目の優勝を果たした両チームの対戦はシリーズ史上初めて今シリーズは 全試合で本拠地球団が勝利するという史上初の展開をたどった。ツインズは前回のシリーズ優勝時はワシントン DC を本拠地都市とするワシントンセネターズとして活動しており、ミネソタ州に移転してツインズとなってからは初優勝となる。シリーズ MVP には第1戦と最終第7戦で先発勝利を挙げるなど3試合19.1イニングで2勝1敗。 防御率3.72という成績を残したツインズのフランク・バイオーラが選出された。1987年のワールドシリーズは10月17日に開幕し、途中に移動日を挟んで9日間で7試合が行われた。日程、結果は以下の通り。勝ち、フランク・バイオーラ敗、ジョー・マグレーンボン、MIL、ダングラッテン1号満塁、スティーブ・ロンバード・オジー1号に乱審判。 九神、デーブ・フィリップス、累神、一類、リー・ウェイヤー、二類、グレッグ・コスク、三類、ジョン・マクシェリー、ソト左翼、ケンカイザー、右翼、テリー・テータ試合時間、2時間39分観客、5万5千171人、詳細、bas.ebal.referenc.com マサル、バートブライレブンハイ、 ダニー・コックス・ボン、M.I.N.K.D. ガイエティ1号ソロ、ティム・ロードナー1号ソロ審判、急審、リー・ウェイヤー、類審、1類、グレッグ・コスク、2類、ジョン・マクシェリー、3類、ケン・カイザー、外審、左翼、テリー・テータ、右翼、デイブ・フィリップス試合時間、2時間42分観客、55,257人、詳細、 b-a-s-e-b-a-l-l-r-e-f-e-r-e-n-c-e.com マサル、ジョン・チューダー・ハイ、フアン・ベレンガー・エス、トット・ウォーレル・シンパン、審、グレッグ・コスク、類審、一類、ジョン・マク・シェリー、二類、ケンカイザー、三類、テリー・テータ、ソトシン、左翼、デーブ・フィリップス、右翼、リーウェイ・アージアイ時間、2時間45分観客、5万5347人、 詳細、b a s e b a l l d a s h r e f e r e n c e c o m m a s a r コブフォーシュハイ、フランクバイオラエス、ケンデリーボン、m i n クレック,ギャクニー、1号ソロ STL、トムローレス1号3ランシンパン、9C、ジョンマクシェリー、類 C、1類、ケンカイザー、2類、テリーテータ、3類、テープフィリップス、ソトシン、左翼、リーウェイアー、右翼、 クレックコ、つくし合い、時間三時間十一分観客五万五千三百四十七人ごまんごせん b a i s e b a l l r e f e r e n c e c コムマサル、や、ニー、コックスハイ、パートブライレブン -es、トットォーレル、審判、ぱん、見ゅうしん、ざ、ん、デリーテータ、二るデーブ・フィリップス、三んるー・ウェイヤー、そとしん、さ グレッグコスク、右翼、ジョン・マク・シェリー試合時間、3時間21分観客、55,347人、詳細、basebal-reference.com マサル、ダンシャツェダーハイ、ジョン・チューダーボン、stl、トム・ハー1号ソロ・ m-i-n、トンベーラー1号2ラン、ケント・ハーベック1号満塁審判、急審、テリー・テータ、塁審、一塁、 デイブ・フィリップス、二類、リー・ウェイヤー、三類、グレッグ・コスク、ソトシン、左翼、ジョン・マクシェリー、右翼、ケンカイザー・ジェアイ時間、三時間四分観客、五万五千二百九十三人、詳細、b a s e b a l l r e f e r e n c c o m マサル、フランク・バイオーラ・ハイ、ダニー・コックス・エス、ジェフリ・アドン・シンパン、急進、デイブ・フィリップス、 累進一類、リーウェイヤー、二類、グレック・コスク、三類、ジョン・マクシェリー、外心、左翼、ケンカイザー、右翼、テリー・テータ試合時間、三時間四分観客、5万5千3百76人、詳細、baseball-reference.com、ありがとうございます。